ておりますこの組7名さあこの組がスタートした瞬間に差が出たか第3名は北別総合高校森田君が井江金豊か黎明鈴木君が追い上げて追いついたりさあ今日はやり投げの方は残す選手が2名となりました。競技高校1年生にして千葉県チャンピオンインターハイでも活躍をいたしました。さあ記録が更新しまして55メートル台、まあ、混成競技の選手といたしましてはもう高校生段階でいえばもうトップレベルの選手であります。やり投げも非凡な力を見せました。そして最後の選手です。斉藤君チーム勝因ということでありますが、さあ最後どんな記録となりますか。納得の投擲ではなかった模様ですけども、50メートル大きく超えた記録となりました。さあそれでは100メートル競争